で今回なんですけど、タカラトミーがですね、新しい形式の大会を開くということで、2ブロック構築戦というものを発表しました。で今回はそれについての話になります。普段我々が遊んでるゲームってのは電動レギュレーションっていう形式に基づいてやってます。でこの2ブロック構築戦っていうのは何が違ってくるかっていうと、これはですね2017年以降に出たパックしか使えないというものです。でしかも、2017年以降に出たパックの中でも、例えばクロニクルレガシーとか、あとウルトラゴールデンカード、まあこういったカードは使えません。じゃあ何が使えるのって話になると思うんですけど、カードの右下にブロックマークというものがあります。でその柄が今画面に表示されてある2つですね。それであったら OK ですね。で逆に言えばそれがついてなかったら基本的にダメです。ただし例外はあります。例えばドラゴンズサインみたいなカード、DM マークついてるものもあれば、昔発売されたやつはついてないですよね。まあ、こういった感じで再録されたことがあるカードっていうのは昔のカードでも使うことが可能です。まあ、逆に言えば、まあ、これらの例外以外は全て使えません。というわけで、まあ、使用できるカードの数がかなり狭まるんですね。なので、まあ、通常のレギュレーションにはないような戦い方が期待できます。ということで、でここでですね、タカラトミーが2ブロック構築戦を普及させようとしてですね、新しい CS プロも配布することにしました。それがですね、オニカマスです。2ブロック構築戦の CS でベスト8以上になった人たちには、サイバーダイスベガスの他にプラスでオニカマスがもらえるようになります。で、僕の予想なんですけど、このオニカマスはおそらくどえらい値段になると思います。まあ、多分なんですけど、店の買取価格で2万前後だと思います。おそらくそれぐらいいくんじゃないかなと僕は予想しております。で、この2ブロック構築戦ですね。4月1日からの大会で2ブロック構築戦を実施している店舗でのみ、オニカマスがもらえるチャンスがあります。そこでですね、僕が主催する CS を開くことになりました。なんとですね、大会の日がですね、4月1日です。ということは、一番最初にオニカマスがもらえる大会であるということになります。で、大会名がですね、第1回フラット CS with コンポフということで、コンポフっていう店があるんですけど、そこに協力いただいております。で、もちろん、フォーマットはですね、2ブロック構築戦です。なので、通常の電動レギュレーションの大会ではありませんので、そこだけはご注意ください。開催日がですね、まあ、先ほど言った通り4月1日。で、開催場所なんですけど、福井県にある板垣のコンポフになります。詳しい住所とかは概要欄の方にリンク貼ってあるので、そこから見てください。で、定員128人です。で、今の段階でだいたい56人ぐらい埋まってますので、まあ、この動画でもうちょい増えてくれるかなと思っております。で、参加費が1人1500円で、抽選方法は先着順なので、まあ、早いもん勝ちということで。概要欄からですね、登録するページに飛ぶことができますので、ぜひ、福井県の近くにお住まいの方は、登録してください。まあ、遠方からもね、ぜひ来てくれるとかなり助かるんですが、そんなわけで皆さん応募よろしくお願いします。